木村太郎です。46歳、出身は青森県津軽地方。ブラジルに柔術を伝えた前田光代と同郷ですね。ブラジリアン柔術茶帯です。柔術を始めたのは33歳です。で、今46歳です。だから13年になりますね。子供の頃は全くスポーツしていなかったです。すごく体が弱かった。もう栄養状態が悪かった。で、情緒不安定でした。不良じゃないけど、もう体が弱くて、もう集中力がなくて、もうしょっちゅう病気してましたね。持病はないですけど、お腹すぐ壊すし、目も悪いし、結膜炎で、鼻も蓄膿症で、口も中も口内炎、すぐ風邪ひくし、もう全然ダメでしたね。いいところは何もない。柔術を始めるきっかけは、2つありますね。もともとプロレスファンで、プロレスファンの流れで、プロレスの雑誌に UFC の告知が出ました。で、プロレスファンだったら知ってる名前が2つありました。ホイス・グレイシーの名前は知りません。だけどシャムロックという名前と、ジェラルド・ゴールド、空手家のジェラルド・ゴールドという名前は有名でしたね。だから、多くの人は UFC の第1回大会です、決勝でシャムロックとジェラルド・ゴールドが戦って、レスラーのシャムロックが勝つだろうと予想していましたね。だけど全く、一般のプロレスファンには無名のホイス・グレイシーが優勝しました。しかも無傷です。そして第2回大会もホイス・グレイシーが優勝しました。全くの無傷です。もうすごいショックでしたね。そのホイス・グレイシーショックと、あとは日本の漫画なんですけど、グラプラバキというのがあります。これを見て、もう柔術をやるしかないと思いました。柔術を始めて一番嬉しかったことは、全日本選手権優勝した時じゃないですね。柔術を始めて一番嬉しかった時は、白帯で初心者で新人戦に出て優勝しました。決勝1本取って優勝しました。そして格闘技の雑誌に写真が載りました。それを見てもうすごく嬉しかった。もう人生バラ色になりましたね。半年ぐらい嬉しくて嬉しくてしょうがなかったですね。試合っていうのはもう本当に非日常なことで、私は他の競技でもそうだと思うんですが、柔術の公式戦1回でも1勝した人は普通の人と全然違うと思います。何かが全然違うと思います。普段の生活でも緊張することはあると思いますけど、例えば学校の試験の時とか、運動会のスタートの時とか、初めてエッチする時とか緊張すると思うんですけど、それの比ではないですね。練習頑張って公式戦試合で1勝する人はもう別の人間だと私は思います。私は天才ではないです。柔術の才能はそんなにないですけど、私のライフワークはブラジリアン柔術です。もし私が柔術をしてなかったら、多分もう死んでると思いますね。犯罪者にもならなかったし、
まあフリーターですけど、定職にはついてないですけど、ちゃんと働いて生活しています。1年後元気でやってればもうそれでいいなと思います。もうできなくなるまで柔術をやるつもりです。それだけです。他には何もないです。すごく幸せです。